ハイブランドのショップ店員なんかちょっと生きてる、うん、偏見じゃない。マジやろこれ。じゃない、もうそれはある。あの言いたいのは、うん、ハイブランドはそれを作ったブランドさんやねん、はい、お前はバイトやねん。まあ店員さんやな。そうそうそう、まあまあまあ社員かもしれんけど、もう自分がねデザインしたかのような顔で。しかも多分それに気づいてないよね。そう、自分がバイトって気づいてないから、多分気づいた瞬間さ、うおバイトやバイトや。どうもどうも、プライベートの達也と、晴れ人と、ということで、今回は、世界で一番でかいゴキブリについてやっていきたいと思います。いや、やめよう。もう見れない。サイズによっては、ちょっと帰るわ、マジで。ということで、日本のゴキブリのサイズって、大きくても、まあ、こんぐらいじゃないですか。うん、その、春のマックスのチンコぐらい。やめてください。世界にはマダガスカルゴキブリというものが存在するんですね。まあ簡単なプロフィールを事務所からもらってまして。事務所から、はい、あの、あ、所属、はいはいはい、所属なんですか、はいはい、はい。マダガスカルプロモーションの方からプロフィール来てまして、この昆虫は見た目も発する音も普通のゴキブリとは程遠いと。マダガスカルゴキブリはマダガスカル島に生息する数多くの魅力的な生物の一種だ。まあやっぱ自社のタレントなんでよく言いますね、はいはい。マダガスカルゴキブリは光沢があって茶色く卵型をしている。羽はなく一対の触覚を持つ。オスには大きな角があり、その姿は印象的で珍しい。でオス同士はこの角を使って対決するらしいです。でこの角を使って戦って、勝ったゴキブリの立てる音は負けたゴキブリのものよりも大きいと。でこの音っていうのはいいオスっていうのをメスが見分けるのに役立ってるんじゃないかっていうのが大まかなプロフィールでございます。ありがとうございます。マダガスカルプロモーションの方ということで、まあ光沢があると。で羽はない。ないんだ。うん、角もあるって書いてありましたけど。カブトムシやん、もうそれ。いや、もうほぼそうっすよね。ね、まあ、写真一旦一枚だけ見てみますか。あ、でも向こうはね、一枚いいの選んできてるんで。うん、アーシャですね。どうぞ。ブリッブリやん。これさ、でも生で見たら絶対やばいね。やばいやばい。俺普通のゴキブリより見れるわ、でもこっちの方が。あ、なんで？なんか、ちょっと。わかる、なんか。セミというか。はいはいはい、はい。馴染みあるわ、まだ日本人にこっちの方が。だからゴキブリの中でもやっぱモデルやってるだけあって、ちょっと美人なんすよ。はいはいはい。ゴージャスも所属してるし、多分この。ゴージャス、うん、マダガスカル島だからね。で、これ、不思議な話なんですけど、ゴキブリの 99% は害虫じゃないですか。だから僕らも嫌いですよね。日本でも一番もう、うわーってなるのって、ゴキブリだと思うんですよ。ですが、マダガスカルゴキブリは害虫ではなく、人の家に住み着くこともないと。森とか林に生息し、落ち葉や倒れた木の下に隠れていると。で、夜になると活動が活発になり、餌を漁り始めると。で、主食は果実や花らしいんですよ。草とか。かわいい子。だから、人のところに来るようなことはめっにないと。空気めちゃくちゃ読めるんだ。じゃあそうだから、その自らこっちに来ないことによって、はいはいはい、キモいって言われるのをやめたの。一番いい女やん。全然そうや。女の手ですよ。はいはい、私めんどくさい女になってない、自分からちょっと連絡するのやめとくわ、したくなったら LINE してきてのやつ。その特徴は完全にセフレやないか。いやもう怒られるぞ。セフレボーイしてる。セフレボーイなで、ミルクもなんかエロく聞こえてくる。で今までも特徴的な部分を紹介してきたんですが、特に変わっているのは誕生の方法が独特であると。メスは卵の入った繭のような袋を作ります。で卵巣と呼ばれるその袋を体内に戻して、体内で羽化させると。そして60匹ほどの幼虫を産むらしいんです。じゃあ人に近いね。じゃあその、あ、そうだね。だからその何、直産でしょ。だからそう、胎盤っていうか、なんか袋の中入ってますもんね、赤ちゃんも。だそれに近いことをやってます。まあここまで話したんですけど、やっぱね、画像を見ていった方が早いんで、ちょっとマダガスカルゴキブリさんの他の画像も見ていきましょう。まあ、まずはサイズ感なんですよ。紹介していませんでしたが、はい、マダガスカルゴキブリはとってもでかいんです。体長がなんと5センチから 7.5 センチ。これぐらいです。いや、もうちょいでかいんじゃない？嘘！ 7.5 やから。そんなある？結構マックス開いたから。で、まあこれ分かりにくいね、画像あります。こちらどうぞ。あー、やば。え？いやでもそれ、今写真だからいいけど、これ動いてたら絶対無理だわ。やばいね。中にめちゃくちゃ濃厚なミルク入ってそう。そうだよ。あー、食べたじゃないですか、俺ら。あ、一回食べたね、新大久保で幼虫を。蚕の幼虫かな？うん。こんな感じでしたよ、ね。いや、多分そうやで。似てるもん、ちょっと。でもね、花とかしか食べてないのよ。草とか。あ、じゃあフルーティーな感じ。うまい可能性はある。タピオカの次あるぞ。ないぞ。ないぞ。で、これが脅威の2枚持ちです。これどういう気持ちで持ってんだろう。持ってるやつすげえな。
だ iPhone、だ俺と変わんないスペースにも。めちゃめちゃ、iPhone 書く。もう特に変わんないですよ、これ。で、後ろにトイストーリーが配りますから。いや、わかるな、これ。よく、すごいな。よくわかったな。いや、いますよ、これ。もうどこ見とんねん。でちなみになんですけど、そのさっきも俺言った通り、はい、その草とか花だったりとかを食べてますよって、はい、ゴキブリってなんでなんか気持ち悪いイメージがあるかっていうと、はい、東京とかまあ日本ではゴミを漁って食ってるイメージあるじゃないですか、はい、だからなんですけど、まあさすがにねやっぱ食えるらしいんですよ、こっちのマダガスカルゴキブリは。まあタンパク質豊富そうやな。で、日本にはこれを食い続けてる方がいましてね。日本に、はい、日本に1ヶ月昆虫食生活っていうのをやってる方がいて、で、その方がマダガスカルゴキブリをフライにしてました。1枚目。これもつけてます。逃げようとしてるやん。逃げようつうが、なんだろうね、これ。生きてる、生きてるよ。いや、生きてないやろ。いや、生きてる。だって、歩いてるじゃん、橋のとこ。え？え？逃げてんだよ、みんなほら。いや、それはグロス。え、マジで？あ、けど生きて輸入できない。そうだよ。そうだ、輸入する。そう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 。あ、でも、これ話したらやばいもん。できるかも、生きた状態で輸入、ゴキブリ。それか向こうに住んでるかもしれん。いや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 、ちゃうやろ。ちゃう。一応この方の写真はモザイクかかってますけど、はい、めっちゃ日本のアパートやね。だから違うよ。で、これ完成した天ぷらがこちら。でも、ほぼ出てんのよ。出てる、出てる。衣の付け方が甘いのか。意味ない。大丈夫なんかも。で、これ乾燥が、その外の皮が硬くて噛みにくいと。で、サクサクという軽い食感ではなく、おせんべいを食べているようなバリバリとした食感であると。で、やはり、下茹でをしてから油で揚げた方が、適度に水分を含んで、硬さを軽減できたかもしれませんっていうアドバイスまで入ってますね。で、頭の部分はエビやカニなど、甲殻類に似た味。あと、カシューナッツのような香りで、香ばしくて美味しかったらしいと。ですが、お腹の部分を食べると、脂肪体がパサパサ、まあ粉っぽさもあったりして食べにくかったと。で、あとね、オスにはシュウセンって言って、まあおそらくメスを呼ぶために匂いを出す線があったらしくて、それを抜いてなかったから癖も残っていて、人によっては口をつけることができないレベルの味がお腹からはするかもしれないらしい。食べる際には下処理をしっかり行うことが大切ですねっていうアドバイスとともに、あのブログありましたので、ぜひとも、ね、見てみてください。この子えげつない性癖してるでしょ。あ、まあ女の子が食べてましたね。女の子なんですね。当たり前だよね、舐めてきそうだね、もういろんなところ。え、そのすぐそっちで考えられるのは何なの？いや、でもやっぱ女の子ってやっぱ俺の中で性の対象でいつも見て、え、どっかその寮とか入ってえげつない性教育されたのか。朝7時とかに起こされて始まるぞって。そうそうそう。で、性の勉強させられたやつ。それはあるかもしれない。ということで、以上が世界一でかいマダガスカルゴキブリの特徴でした。普通のゴキブリよりマシかな、俺でも。まあだってあんな嫌いなタイガーがちょっと見れて、あのビクってならない。見てないよ。そうそうそう。だってちょっとなんか動物感あったもん。なんか虫じゃなくもう動物の息言ってたの、うん、ちょっと。で、ある程度サイズがあることが大事なんじゃないかな。やっぱでかすぎても怖い、小さすぎても怖い、でもちょうどよかったんじゃない。モルモット感あったよね。なるほどね。そう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 。昔の携帯くらい。そう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 。ウィルコムだった。ウィルコム。懐かしい。コム持ちじゃん。そう。だからもうぜひね、あの食べてみたい方、もう食べてる人がいる時点で輸入できるんで、はい、食べてみてください、はい、ということで、今回の動画が面白いと思った方、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。あの日の失敗を Yeah.